こんにちは、みんなっちです。今日はカード型コンデジ富士フイルムファインピックス Z1000EXR を紹介します。2012年2月発売、有効1600万画素の屈曲光学系ズームレンズを搭載したデジカメです。カード型ですが、光学で5倍ズームすることができます。この個体はハードオフでジャンク品550円で買ってきました。見ての通り塗装のハゲがひどい個体なんですけど、バッテリーを入れたら動作には問題なかったので買ってみました。2012年ということは、私の動画に出てくるカメラの中では新しい部類に入るんですが、塗装のハゲ方がひどいです。最初は雑に扱われた個体なんだろうなと思ったんですけど、家に帰ってネットで調べてみたら、塗装に関するトラブル情報がたくさん出てきます。ネットで見つけた情報、一つ例を挙げると、2012年に新品で購入した方がいて、買ってたった2日で塗装が剥げてしまったそうです。当然新品なんで交換してもらうわけなんですが、交換したカメラも2週間でまた剥げてしまったというのがありました。2012年の新しいモデルでもそんなことあるんだなと思いました。もしかすると塗装に弱いモデルなのかもしれません。塗装がひどくて申し訳ないんですが、外観を確認すると、屈曲レンズのモデルなので非常にスマートです。前面はここに自撮り用のミラーがついています。背面も非常にシンプル、タッチパネル式の液晶なので、ボディいっぱいに液晶が広がっています。 3.5 インチでアスペクト比16対9のワイドサイズです。上面もシンプルで、再生ボタンと録画ボタン、シャッターボタンとズームレバーがあります。動作確認します。電源はレンズカバースライド式です。電源を入れます。スイッチオン。伝統的なファインピックスの音がして起動します。後ろから見てみます。電源を入れます。スイッチオン。撮影します。半押しして押します。塗装は汚い個体なんですが、動作はかなり好調です。2012年の1600万画素モデルなんで、動作速度はものすごく速く感じます。ズーム操作します。ズームします。ワイドに戻します。前から見てみます。ズームします。ワイドに戻します。早くはないですが、屈曲レンズにしてはまずまずの速度です。連写撮影します。メニューから連写を選びます。3コマ秒で撮影します。半押しして押します。こんな感じで3コマ秒で3枚撮影することができます。保存時間はやや長めといったところです。画素数を400万画素まで落とせば、12コマ秒の高速連写が可能です。設定から12コマ秒で12枚の設定に切り替えます。撮影してみます。半押しして押します。こんな感じで12コマ秒の高速連写をすることができます。5倍ズームのデジカメなんで、撮り撮影は難しそうですが、12コマの連写はかなりの高速連写です。今撮影モードは P モードになっています。ファインピックスといえば EXR モード、このカメラもモデル名に EXR と入っています。ここの P を押すことで切り替えることができます。左上から EXR オート、オート、タッチ EXR オートといろいろオートが並んでいるんですが、私の個人的見解では、 EXR モードのせいで使い方が分かりにくくなっているように感じます。 EXR オートと普通のオートは何が違うのか、一応違いは分かるんですけど、一緒でも良いような気がします。ファインピックスをたくさん使ってる私でも分かりにくいんだから、一般ユーザー、特に初心者の方には理解するのが難しい気がします。主なスペックを確認します。センサーが2分の1型 EXR CMOS、 撮影感度は ISO100 から6400、レンズは28から 140mm 相当の光学5倍ズームで、明るさが F3.9 から4.9、 デジタルズームは 2.6 倍、光学ズームと合わせて 364mm 相当まで望遠できます。シャッタースピードは4分の1から2000分の1秒まで。連写速度はフル画素数で3コマ秒。画素数を落とせば400万画素で12コマ秒の高速連写ができます。液晶モニタは 3.5 インチ46万ドットでタッチパネル式です。最短撮影距離はマクロモードで9センチ。メディアは SD カード系が使えます。内蔵メモリが 62MB あります。バッテリーは NP45A。
動画はフル HD30fps、 重量は本体で 141g です。作例を出します。最初にスポーツモードで撮影した巡航の作例です。オートデジカメでシャッタースピードを上げたい場合、スポーツモードにするのは基本的な使い方で、私も電車撮影でよく使っています。半逆光の作例です。レンズに夕日が当たる厳しい条件の写真なんですが、画面左下にややフレアが出ています。それでも大きな崩れはなく、くっきり綺麗に写ってくれました。次に日が沈んだ後の夕焼けと電車の作例です。感度 ISO400、 シャッタースピード4分の1で撮影しています。このカメラは高感度撮影も得意なので、夕焼けや夜景を撮影するのに活躍してくれます。高感度のノイズを見ていきます。露出を思い切り高く設定して最高の明るさで撮影しています。最初に ISO1600、 実際に目で見たよりも少し明るめに映りました。ノイズも少なくて綺麗です。次に ISO3200 の作例です。無理やり明るくして撮影することができました。ノイズは ISO1600 より増えましたが、これくらいなら十分使える範囲かなと思います。最後に ISO6400 の作例です。不自然なくらい明るく撮影することができます。全体的に粒子状のザラザラ写真になりましたが、嫌な感じはしないです。拡大してみても遠くの電車の形が崩れていなくて、想像以上に良い写りでした。ワイドタンとテレタンの比較です。ワイドタンは 28mm あって、屈曲式レンズにしては十分広角を確保できています。テレタンも5倍ズームあるので十分望遠できます。このカメラのレンズは画角も性能も十分満足できるレベルです。次にデジタルズームの作例です。デジタルズームは 2.6倍、 364mm 相当になります。写りはそれなりといったところです。次に動画の作例です。動画はフル HD で撮影することができます。正面の山に富士山が見えるんですが、明るさを調節できないので動画では綺麗に写すことができませんでした。このカメラで好きなのがスローモーション撮影できるところです。被写体はミラーが横向きについている珍しい一眼レフ、オリンパス E300 です。 320×112 の解像度、 320fps で撮影しました。ということで、2012年発売 FinePix Z1000EXR の作例を紹介しました。ボディの塗装が剥げてしまい、見た目は残念なんですけど、屈曲ズームレンズながら広角 28mm から5倍ズームできる優秀なレンズで、写りも優秀でした。特にノイズに強くて、夜の風景撮影で威力を発揮します。動画もフル HD 動画と、さらにスローモーション動画まで撮影できて楽しいです。高速連写も12コマ秒できて、屈曲式のカードコンデジではフルスペックのカメラでとても楽しめました。おまけの今日の被写体コーナーですが、5年生の娘と私が同じ絵を見ながら色鉛筆で描いた絵です。鬼滅の刃めちゃめちゃ面白いですよね。娘に教えてもらって一緒に見ています。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もコンデジのレビュー動画を作ります。また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。